はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ちょっと車のニュースを、お知らせしようと思います。ですね、ツイッターの方でね、ちょっと話題になってまして、高齢者がですね、プリウスでドライブとバックを間違えてしまう原因はシフトノブ、シフトにあるのではないかという指摘が、話題になっております。確かにね、これちょっと今見てください。これです。これまずプリウスのね、シフトノブ、こういう感じになってるんですね。R、N、D、B ですね。で、この R っていうのがリバースの R ですね。まあこれはバックなんですね。バックがこう上になるんですね。で、ニュートラルはまあ真ん中。これはまあわかりやすいですね。で、D はドライブ。このニュートラルと D はまあ大体共通してると思うんですね。で、ただこのもう一つありますよね。この B っていうのがね、これ実はね、バックの B じゃなくて、ブレーキの B なんですね。まあ、ブレーキの B なんですけども、実はね、これ減速するときに例えばね、長い下り坂で、ブレーキをなるべく使わずに減速したいなというときに、オートマはですね、エンジンブレーキがドライブの状態だとかかりにくいので、まあ、シフトダウンしてエンジンの回転数を上げて、ブレーキ代わりに使うということなんですね。まあ、その表記がね、B になってるんですよね、プリウスは。バックに入れたつもりがこう前進してしまって、ガラスを突き破るとかね、そういう事故が起きてるみたいですね。まあこれがね、原因かどうかはちょっとわからないんですけども、まあ、おそらくね、この表記が高齢者にはちょっとわかりづらいんじゃないだろうかなということですね。まあ、確かにね、私もね、ホンダ車を乗ってるんですけども、ホンダフィットのハイブリッドなんですけど、これですね、フィットのシフトノブはこんな感じなんですね。ちなみにこの L って書いてますね。この減速のところですね。L は多分ね、これローの L だと思うんですね。これだと、まあ L なんで、まあ、バックじゃないなっていうのは、まあ直感的になんとなくわかるんですけどね。まあ R と D の位置は一緒ですよね。まあなんとなくね、こう前に押すのが前に進む。で、後ろにこう引くのがバックみたいな直感的な感覚はありますね。で、昔のマニュアル時代ですね。高齢者の方はね、昔ね、オートマなんかね、少なかったと思うんですよね。で、マニュアル車をよく乗ってたと思うんですけども、これ、マニュアル車のシフトノブは、まあね、5速の車は、だいたいこう、ガチャ1、2、3、4、5で、R ですね。リバースの R。まあ、こう、下に引くようになってるのが多かったと思いますね。で、まあちょっとね、スポーツカーとかになるとね、まあ6速とかいうのもあったと思うんですけども、この6速でも、まあ右下ですね、右下に行くような感じになってますね。まあいろいろね、シフトノブでもね、こういうタイプね、こう左上に行くタイプもあったみたいなんですけども、まあなんとなく直感的にバックっていうのは、まあこう下ですね。マニュアル車では、この直感的にこう、下に引くのがバックなのかなという感じはしますね。はい、ちなみに、これがトヨタのね、アクアですね。アクアもね、同じこの配列ですね。この B って書いてますね。このアクアの方はこれ間違いやすいんちゃうかな。なんか D のすぐ下にね、B ってあるんでね。これ本当にね、これ私でもひょっとしたらこれ B 入れてしまうかもしれないですね、この。せめてこのプリウスみたいにドライブニュートラルと違うこっちのね、左側の方に、まあ、別にある方がまだ安全だとは思うんですけども、まあでもこの高齢者に限らずね、この私でもね、この B っていう表記はね、これどうかな、バックとね間違えるんじゃないかなと思いますね。確かにね、このアルファベット表記の方がかっこいいですし、で、まあグローバルですよね。日本だけじゃなくて、世界中の人がこれでわかるということなんですけども、まあ高齢者に限らず、まあ皆さんパニックに、ね、なったりするときによくこうガガってやっちゃうんでね、皆さん気をつけて乗っていただきたいと思います。はい、というわけで、プリウスのシフトノブの表記について考えてみたでした。じゃあね、ボーイ。チャンネル登録をすると、タケ TV100 のチャンネルがまた見やすくなります。チャンネル登録は無料ですので、下の説明欄からクリックしてくださいね。クリック。